昼間の広場や間の広場ビィルヘン・ブランカ広場は、スペイン・バスク自治州、アラバ県、ビトリアガステースの中心部にある広場である。バスク語では、アンドレ・マリア・スリアレン広場。建設年代が、新しいスペイン広場と対比して、旧広場とも呼ばれる。中世からこの広場は、ビトリアガステースの中心地であり、闘牛が行われたり、食料品市場があった。 スペイン独立戦争中の1813年6月21日に行われたビトリアの戦いの勝利を記念し、ビルヘンブランカ広場の中央部にはビトリアの戦いのモニュメントが飾られている。18世紀末にはビトリアガステース出身の建築家、フストアントニオでオラギベルによって隣接した場所にスペイン広場が建設された。ビルヘンブランカ広場は旧広場、 スペイン広場は新広場とも呼ばれ、スペイン広場の完成後もビルヘンブランカ広場は待ち合わせ場所として使用されている。2007年には中央部にあった花壇が除去されて噴水が設置された。ビルヘンブランカ広場は旧市街の入り口にあたり、中世からの旧市街と19世紀末に拡大した新市街とをつないでいる。旧市街にはサンタマリア大聖堂を、 サンミゲルデアルカンヘル協会、ドーニャオジャンダの塔などの歴史的建造物が残されている。2014年8月には広場で世界最大のトルティージャを作るイベントが開催された。成功なコンピューター計算で厚さや焼き具合などを制御し、1600kg のジャガイモ、16000個の卵、150リットルのオリーブオイル、26kg の玉ねぎ。 1 5ラムの塩を使って作られたトルティージャは直径5 2 0トル厚さ7センチメートル重さ1.5トンにもなった。1884年にはビトリアガスペースの守護聖人であるビルヘンブランカを称えるビルヘンブランカ祭がビルヘンブランカ広場を中心として初開催された。ビルヘンブランカ祭は毎年8月4日から8月9日に行われ、 最終日がビルヘンブランカの日である。ハイアライなどバスクの伝統的スポーツ、市外からもアーティストを招いたコンサート、スペイン広場から闘牛場までのパレードなどが行われる。ありがとうございます。